皆さんこんにちは、とうこです。今回の動画は告知になります。とですね、実は私が運営している英国ヴィンテージを扱うショップが日本橋三越本店さんの英国店にコラボ出店させていただくことになりました。めちゃくちゃ嬉しい。で、内容は埼玉県でイギリスの田舎のティールームを思わせるような可愛らしいカフェを運営されているティードロップさんというカフェがメインで出店されるところに、私がイギリスでセレクトした可愛いカンカンが登場するっていう形になります。はい、ではここから私が買い付けを行った缶を紹介させていただきますね。以前からね、見ていただいている方は私がね、すごく缶好きだということはもしかしたらご存知かもしれないんですけれども、このお話をいただいて、もうね、缶をね、見て回るだけでもね、もうめちゃくちゃ楽しかったです。はい、で、今回セレクトしたのがこちらですね。このお花にドットっていう組み合わせが非常にイギリスらしいと思います。で、こちらはよくある薄いお菓子が入っているカンカンありますよね。ああいう感じではなくて、とってもしっかりしてます。で、使いやすさっていうところも重視しまして、蓋がねついてて、この蓋がついてるのは当たり前ですね。このハンドルがついていて、使いやすくなってます。なので、紅茶やクッキーとか小物入れにとってもね、いいと思います。これもね、見にくいかもしれないですけど、ドットが入っています。あとはこちらですね、私の大好きな、もうしつこい本当に毎回言ってるんですけど、私はイギリスのブルーが本当に好きで、このダックエッグブルーがね、気に入って、イギリスらしいなと思ってこれをセレクトして、こちらビスケットで、こっちが紅茶を入れる缶ですね。ティーって書いてます。はい、この鳥、これなんだっけ、グースか、グースが可愛いですよね。はい、はい、で、今回は基本的にイギリスでしか買えない缶っていうことで、日本で出回っているね、イギリスから輸入した缶とかは割とあると思うんですけども、そういうのではなくて、私がこの地元の雑貨屋さんとかを歩いて探したものになります。100% 売ってないかと言われると、ちょっとそこはね、私もわからないんですけど、まずないと思います、日本で。なので、ね、今ちょっと旅行がしにくい時期ですけど、ぜひぜひね、このイギリスからお送りする缶を使っていただいて、イギリス気分を味わってもらえたら嬉しいなと思います。で、今回はコロナ禍ということもあって、私がね、直接店に立つっていうことはちょっと断念したんですけれども、ぜひぜひね、ティードロップさんの美味しいお菓子と、あと英国店ってすごい楽しいですよね。私日本にいた時毎回英国店行ってました。で、いろいろね、ショートブレッドとか買ったり、雰囲気だけでもなんかワクワクするじゃないですか。すごく好きだったんですけど、もしよかったら日本橋三越店の方に足を運んでいただけたら嬉しいです。はい、では最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。